エルチチャンネル。ステートオブディケイ2、ハートランド編を続けていきます。夜明けは暗いね。ナットさんからいつ連絡が来るかわからない。拠点で待機しよう。畑も直してもらったけど、いい感じに使えそうだね。これでシードの箱を使えば食料を作れるぜ。早速、マリサからもらったそれで食料を育てていくよ。あら、何か銃声が聞こえない？拠点にゾンビは侵入していないぞ。ああ、これは拠点の防衛設備からか。アウントフィーおばさんが高台に登ってる。そこから周囲を見渡し、近づいてきたゾンビに向けて発砲しているんだ。拠点に人がいれば、ここで防衛をしていてくれるんだね。正面に赤ゾンビさんが一体いるよ。おお、いいおばさんお見事。ちなみに、霊夢が装備している銃は AR-15 だよな。うん。アメリカの至るところで見かける、バランスの取れたアサルトライフルだよ。いいおばさんはリボルバーのタシーデビルを装備しているね。そのうち、銃声が大きいのでサプレッサーを取り付けたいぜ。バンバン撃つと、その音でゾンビさんたちが余計に集まってきちゃうものね。今はいろいろ足りなくて無理だが、そのうちな。それとその隣にある修理した兵舎も。何人もが眠れる、休憩スペースになったぞ。風通しがすごいけど、悪くない寝心地だったわ。ベッドがあるだけで心情への影響は大きい。拠点が快適でなければ、住んでいる人たちの不満が爆発してしまうんだぜ。今のところ、心情は普通みたいだね。それと、ここはガソスタだけに車両系の設備があるんだ。ここだね、車両デポ。そこではいらない武器などを解体し、リソースを作ったり、破損した車の修理に必要なツールキットを作ったり、回路のスクラップという、別のリソースを組み立てることもできる。それと、車のアップグレードもできそうだね。素材になる回路のスクラップがたくさんと、車を叩き切る専門家のラリシーさんがいれば使える。車を叩き切るとはすごい表現だが、そのうちアップグレードもしたいぜ。前の街でのことを思い出すわー。とりあえず、車のツールキットを1個作っておこうかな。陸軍テントで見つけたパーツ部品を使えば作れる。作った。あなた、本当にウィルカーソン一家の一員だというのなら来なさい。お、連絡が来た。本当にあの女性を信じるの？いろいろ知りたいこともあるし、私はやらなきゃ。ナットさん、今から行きます。それでは、道中面倒ごとに巻き込まれないよう気をつけて。ラリシー、何があっても、私はあなたのそばにいるわ。いいおばさんも一緒に行ってくれるんだね。それじゃあ、車に乗って向かおうか。早速ツールキットを使う？いや、昨日の晩に私が修理した。さすがマリサ。って、あれ、同じ車が2台もある？拠点の近くにあったものを拾ってきたんだ。ほぼ同じ車両だが、どうもこの車は運転しづらいんだよな。車種によって運転の癖や、乗せられる荷物の容量が違うんだよね。もっと大きな、ピラート車は運転しやすかった。プランクさんの街でよく乗っていた車だね。まあ、贅沢は言っていられない。さあ、ナットさんの話を聞こう。来たのね。ウィルカーソン一家の一員なら、どんな時も生き延びる方法を知っているはず。それはもちろん。それを示せばいいのか？そう、起爆装置を探してきてくれ。そこの役立たずのポンコツを連れていくんだ。役立たずのポンコツ？ブロックさんのことみたいだぞ。あらー。ブロックさんが不憫に思えてきた。おいおい、僕だって役に立てるよ。ふっ、それは私があなたを信用してるくらいには役に立つって意味？いいから彼女と行きなさい。話は以上よ。あ、はい。ブロックさんを見つけた時も危なっかしい感じだったが、そこまでの言い方をしなくてもねー。とにかく、ブロックさんも一緒に行きましょう。ナットさんが示した場所に起爆装置があるようだぞ。ナットさんは、どんな時も生き延びる方法を知っているはずって言っていたから、もしかして、目的地は危なかったりするんじゃ？それなのに、ブロックさんについていけっていうのは厳しい。有無を言わせない、イエスかゴーの選択肢だし。わぁ、ボンネットに赤ゾンビさんが。こっちは車だ、振り落とせた。ブロックさん、ナットさんとはどうなのかな？結構厳しいみたいだけど、あまり好かれてない感じ？いや、彼女はいつもあんなさ。僕は誰にでも好かれてるよ。なるほど。ブロックさん的には、あれが日常会話のようだな。さあ、そのブロックさんがどう戦うか期待してるぜ。日当たりのいい場所なのに、なんだか不気味な建物が見えてきた。ここが目的地だよ。あまり危険な感じはしないね。いやいや、どう見てもヤバそう。あなたのお母さんに約束したことを後悔しそうだわ。ふふふ。早速ゾンビだ。
ここを片付けて目的のものを手に入れたら、ナットは僕を尊敬してくれるね。ケホッケホッ。この立ち込めてる赤い霧、口の中に血の味が広がるみたいな不快感、嫌な懐かしさだわ。ここにもプレイブハートがあるのか。プランクさんの街でもあったね。プレイブハートは赤いゾンビを発生させている。破壊しない限りとても危険だぜ。いいおばさんとブロックさんが突き進んでいる。私も負けていられないわ。うわわ、この叫び声はスクリーマーだ。あの大声を聞いた赤ゾンビたちが集まってくるぞ。ただでさえ赤ゾンビさんが多いのに、厄介なことになりそう。あう、段差があって戦いにくい。霊夢、後ろからもゾンビたちが来てるぞ。複数の方向からゾンビが集まってきてる。しょうがない、銃を使っていくわ。おお、射撃スキルがまた上がった。で、じゃあ、霊夢。いや、話してー。この助かった、ありがとうマリサ。思いっきり噛まれていたが、感染したか。まだ重症化してないから頑張れるよ。だけど、銃弾が少ないからこのままだと弾切れになっちゃいそう。ゾンビも切りなく押し寄せてきている。プレイブハートだ、あれを壊さない限り終わらない。探してみよう。この建物のどこかにあるはず。あったぞ、こっちだ霊夢。骨や肉に包まれたあの姿、間違いなくプレイブハートだ。ひえ、この場所でもやっぱりこんな形をしてるのね。近接は危険だ、吐き出す煙を振ったら重症化してしまうぞ。そうだった、危ない。銃で攻撃だ、弾が効くでも撃つ。うぅ、やったー、壊せた。よかった、探してるものを見つけたら早く戻ろう。ふぅ、これでとりあえず休憩が取れそうだ。いいおばさんやブロックさんたちも無事だわ。ゲホ、まだプレイグハートの霧が消えていないぞ。壊した後もしばらく漂っているんだった。お、ここのプレイグハートの中にもいろいろ入ってる。大きなバッグもあるし、近接武器や包帯、食料と銃もある。うむむ、人骨に囲まれたプレイグハートの中に道具とは。大型ライフルが手に入った、いいおばさんに渡しておこうかな。わぁ、グレネードもあるよ。貴重なリソースだ、全部回収させてもらおう。医療物資も含め回収完了。ナットさんに言われてる起爆装置はなかったけど、この施設のどこかにあるのだろうか。探してみよう。お、メモを発見。何かを設定したとか書いてあるけど、このメモ、軍人さんのものみたいだよ。どれ？ふーむ、気になるのは、二日目にグエンという人が壁が伸びると言っているが、それを隊長以外は笑っていた、と書かれている。壁ってなんだろう？隊長は何かを知ってたのかな？そして、ウィルカーソン一家の抵抗を受けて避けていたようだが、四日目には、そのグエンさんが嘘をついていなかったと、さらには、状況に焦っているようにも思える。その後は、この地で想像を超えることが起きたようだが。ねえ、このメモにウィルカーソン一家のことが書いてある。私の家族は、このメモの人たちと接触したの？ああ、言われてなかった。ナットは軍人を信用していなかったから、ミッキーに疫病ゾンビの群れをここまで誘導させたんだ。なんてことしたの？むちゃくちゃだよ。おいおい、この場所の騒ぎはナットさんとミッキーさんのせいか。だから探し物、起爆装置がここにあるって知ってるんだ。いくら軍人が信用ならないと言っても。軍人さんも何かしていたみたいだけど。おう、探し物を発見。軍用の起爆装置、これだ。みんな、見つけたよー。そう、それがナットの言っていたものだ。なんていうか、君が好きだよ。お茶でもしよう。ああ、ありがとう。とりあえず落ち着いてください。ご本。ひとまずそれをナットさんに届けよう。ナットさん、起爆装置は何に使う気なんだろう？ゾンビの群れやプレイブハートの破壊。こんな世の中なら使い道は山ほどある。これ、ナットさんに渡しても平気かな？軍人さんのところにゾンビをけしかけるくらいの人だし。私も、こんな世界で姿を全く見せない軍に疑問は持っている。ナットさんたちの方法は過激だが、事情はわからないし、決断を渋っているとこちらも危なかったりするからな。とにかく、ここでナットさんたちを裏切るような行動は避けたい。さあ、もう着くぞ。ヨウヨウ、おっちゃんが帰ってきたよ。お望みのものを見つけてきました。これでウィルカーソン一家として認めてくれますか？ブロックも浮かして返してくれたんだな。私は感動したよ。びっくりした、ブロックさんを撃ったかと思った。ゾンビがいたんだ。ふぅ、ひどい目に遭いましたが、これが言っていた起爆装置ですね。簡単じゃなかったのはわかってる。でも、ここで生き残るためには、全員に厳しくしていかないといけない。ふむ、少しでも不信感を持った相手や、未熟なものを信用するわけにはいかない。どこかへ撤退した軍も信用ならないし、私みたいにいきなり現れた人を見極めるのも大切だよね。起爆装置を渡します、どうぞ。確かに、これを乗り越えた君はウィルカーソン一家かもしれないな。
ありがとうございます。認められてよかったです。あの時に君がいれば、あの軍人たちにも見物を見せてやれたかもな。軍が何をしたのか知らないが、ナットさんはとても不審がっているようだ。ヘイラリシー、行く前に、話せるかな？あら、何かしら？ブロックさんは霊夢ことラリシーさんを気に入ったようだからな。気に入ってかっこいいよ。君の拠点についていきたいな。おや、ブロックさんはナットさんと一緒だったのにいいのか？私たちの仲間になりたいってこと？それは嬉しいけど、ナットさんが構わないのならいいですよ。マジで？いいよ。イエース。へい、ナット、僕はラリシーと一緒に暮らすよ。小僧が欲しいのなら連れて行けばいい、君のだ。あら、あっさりね。ほう。ナットさん、そういうことか。彼は一人で食料を探していたり、私たちと危険な場所へ同行していたが、それはナットさんなりの見極めだったのかもな。なるほど、生き延びられるっていう証明だったのね。資料深い人だ。ねえ、マリサ。この車、ピラートじゃない？いいなぁ。欲しければ持って行きなさい。別の車があるから。やったぁ。それじゃ、私たちの乗ってきた車と交換しましょう。ピラート車は運転しやすい上に、トランクに荷物が多く入る。ありがとうなんだぜ。拠点のマリクさんにもブロックさんを紹介しなきゃね。しばらくすればナットさんからミッキーさんの連絡があるだろうから。それまで拠点でゆっくりしようぜ。了解、ここが私たちの拠点の、ジュラシックジャンクションです。ウィルカーソン一家は僕に居場所を与えてくれたけど、家のようには感じなかった。本当にありがとう。ゆっくりしてね。あと、私たちを後悔させないでね。ははははは。ブロックさんは非合法科学の専門家知識があるので、いろいろ作れそうだぜ。非合法って。お、彼は新入りになるわけか。よろしくな。マリクさんは修理した、基地防衛設備で見張りをしていてくれたようだ。頼もしい、拠点にも異常はなさそうだね。それじゃ、人数に余裕ができたので、怪我している人たちは医療用テントで治療していてもらおうか。ブロックさん以外が怪我してるよ、マリクさんも休んで。ストイック打てもいいんだな、休ませてもらうよ。アウントフィーおばさんも少し感染してる。回復させてもらうわね。私こと、ラリシーさんは疫病治療薬を使って、回復っと。まだ傷が少し残ってるから、あとは包帯を使えば体力も満タンになるわ。ここまで誰も重症化しなかったのは幸いだ。回復完了。相談も忘れずに。って、弾数が全然足りない。これが最後のマガジンだわ。銃弾の問題が出てきたか。銃弾を作れるようになる、専用のモッドがあればいいのだが。探していくしかないね。とりあえず、拠点の中のまだ修理しないといけない場所に目を向けておこう。ここはキッチン、ご飯はとても重要だね。修理が完了したら、畑でも使ったシートの箱と、エタノールの水差しで食料の備蓄を増やすといいぜ。了解、ご飯がないとみんな困っちゃうものねー。こうして早くも、少しは自給自足ができるのはありがたい。キッチンの設備もいい感じ。他にも、弊社の前にある、燃料抽出器も修理できそうだったぞ。ほうほう、ガソスタだけに、直せばガソリンを自足できるんだねー。おい、小娘、出てこい。仕事を持ってきたぞ、こい。え、誰だろう？もしかして。本当に俺の娘なら、そろそろ家業を教えてもいいと思ってな。ああ、お父さん。ミッキーと呼んでくれ。感動の再会だね。わあ、いきなりすぎてなんて反応したらいいのか。十数年ぶりの再会は唐突に。彼が父親のミッキー・ウィルカーソンか。ちょっとした集金の仕事があるんだが、手伝ってくれないか？巡回集荷しよう。再会の最初の言葉が仕事とは。だけど、火曜だって言っていたし、もちろん手伝うよ。物分かりが早いな、小娘。お前の素質を見てみよう。会ってからのことは考えてなかったから、緊張する。いいおばさんにそばにいてもらいたいな。ラリシーさんの声からしても心情が伝わるぜ。俺たちが会いに行く男は大金を借りている上に、家賃も滞納している。その男はよく動き回っているが、今どこに潜んでいるかは知っている。ああ、わかったよ、お父さん。ミッキーと呼べと言ったろ。わかったか？そうだね。ごめんなさい、ミッキー。父親と呼びたい気持ちを察してくれてもいいじゃないか。とにかく、いいおばさんに話そう。一仕事の前に心配機能も上がったか、おめでとう。うん。家に変な飾り付けをしないといけないなら、恐竜も悪くないわね。代わりにピエロでもいいけど。いいおばさん。どうしたのラリシー？お父さん、ミッキーが来たんです。治療薬を使うので一緒に来てもらえますか？もちろんよ。
さっさと薬を打って。よし、怪我人リストから外れたわ。それでどこへ行くの？ここからさほど遠くはない。ただの一軒家に向かうらしい。そこにいる男から借りを返してもらえばいいようだが、それが過剰な上にミッキーの言動、おばさんの気持ちがわかるぜ。むう、大丈夫か？うん、驚いたのもあるけど、もっとこう温かいものを期待したのか。まあね、とにかくお父さんの言うお仕事を頑張ってみるわ。おい、なんだ、ピカソ、これは私の子供だ、家業を見せてやろう。言っただろ、ミッキー、もう終わったんだって。お前に渡すものは何もない、今日も、これからも。どうして子供の前で恥をかかせるようなことをするんだ？行ってこい、小娘、稼ぎ時だ。こんにちは。どうしよう。私の助けは必要ない、さっさとやってみろ。はい、ミッキー。君がこんなことする必要はない。私はミッキーに借りはないし、あなたにも借りはない。はあ、まるで悪質な取り立てじゃないか。確かにミッキーは父親だけど、何が正しいのかわからない。このザンダーさんは借りはないと言っているが、申し訳ありませんが、私の家族に借りがある場合は返済してください。落ち着いてくれ、誰も傷つく必要はないじゃないか。銃だ。本性を出したな、蹴り飛ばしてやる。なんて人、このギブアップだ、降参する。欲しいものは何でも持ってけ、命だけは助けてくれ。ほらな、言っただろう、彼は借りがあると。俺たちのものをいただこう。小娘、よくやった、もう少しで終わるぞ。不意打ちしようとするだなんて、ひどい人。ミッキーさん、素早い反応だった。あなたは本当に父親と同じように悪い人だ。なんて家族なんだ。もう聞く耳はありません、借りを返してください。持っていけばいい、私はこの谷から出ていくよ。どこにでも行けばいい。小娘、本当によくやってくれた、ちょっと来い。解決か。そうみたいだね、お父さんの期待にも応えられたと思う。それにしてもこの取り立てが通うとは。いやはや、お前が俺の子供であることは否定できない。身内のためにも言うとことは片付けていくんだ、いいな。ぶっきらぼうだが、なんだかんだ彼なりの優しさを感じなくもない言葉だな。ありがとう、お父さん。まったく、誰かにそんな風に呼ばれるとは思ってもいなかった。どうかしちまってる世界だぜ。またな、小娘。またな、ってことは、家族を探してこの谷に来た。そして見つけられた。いいおばさん、これまでありがとう。納得いかないかもしれないけど、私は嬉しいよ。やっと、お父さんに会えた。おめでとう、よかったな。おばさんも微笑んでいるぞ。彼は誰かの手本になれるような人じゃない。私のミッキーに対する感情は難しいけど、あなたが満足したのならそれでいいのよ。そう言ってもらえてよかった。ミッキーさんとはこれでいつでも連絡が取れる。一度、拠点に戻ろうか。というわけで今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。ご視聴、ありがとうございました。Thank you for watching だぜ。